感謝状が贈られたのは、大分銀行尾形支店の平岡由紀さんと玉野哲之さんです。2人は先月16日、50代の女性客が現金50万円を振り込もうとした口座が凍結されていたため不審に思い、警察に通報するなどして詐欺の被害を未然に防ぎました。今日は文豪の書で感謝状の贈呈式が行われ、式では江藤康彦所長が、皆さんの素早い対応のおかげで詐欺を防ぐことができたと感謝の言葉を述べました。今回お客様の被害を求めることができ、嬉しく思いますし、こんな感謝状をいただきまして大変ありがとうございます。文豪の書は今後も民間企業などと協力しながら、一件でも多くの詐欺被害を防いでいきたいと話しています。